どうもボーイです。今日ねこれからジョーダン1の、ジムレッドの並びに行きたいなと思います。ちょっとね朝なんですごいね顔色もね悪いんですけれども、まあ、今回ねスニーカー並ぶ自体今年2回目の並びなので、まあ、前回ねちょっと外れてしまったので、まあ、今回はねぜひともゲットしたいなと思います。そしてね今回は、アトモスのドレスコード持ってるのでまずねアトモスに並んでから、まあ、もしね外れてしまったら、ABC マートもね並びがあるので、まあ、そちらの方にね並んでいきたいなと思います。まあ、今日はねちょっと2回チャンスがあるので、まあ、今日はねちょっとぜひともゲットしていきたいなと思います。はい、ではねちょっと時間がないので早速ね向かっていきたいなと思います。はい、ということでね、まあ、近く着いたので、まあ、これから早速ね、並びの場所に、向かいたいなと思います。前、酒井35分後にポッテンションした。いや、35分めちゃめちゃワッフル。え、マジですか。あの、スニーカーで入ってきたあのやつは、あれ、俺も怒ってる。色違い、同じやつです。そう、あの黄緑の。あれ、35分か40分後ぐらいに怒ってる。やばいっすあれも今、相場やばいっすよね。やばいね。どんどんじゃじゃ数なくなって、上がってますよ。でも、B 品送られてきたんだ。マジっすか。あれ1日でかかとめちゃめちゃすり減りました。それ歩き方だと思ういや売り切れになっちゃいました。マジお疲れしたです。お疲れしたお疲れしたあーお疲れした来ましたお疲れしたお疲れしたはいお疲れ様です。結構いい最近アディダスがどんどんちっちゃくなって。あ、いいですか。あ、今日カラケジだったら持ってる方が強いですよ。販売中止になります。あれ以上に鍵開かなくなっちゃって何番ですか。何番ですか。26。はい、すいません、外れております。はい、はい、ありがとうございます。お願いいたします。すいません、ありがとうございます。さあ、行くぞ。ありがとうございます。1枚目お願いいたします。そのままお待ちください。16です。あれでもね、めっちゃちょっと遠あやった29ってどうなんですか。いや、ダメだはい、ということでね、今帰ってる途中なんですけれども、今回はね、札幌のアトモスで16番を引けて、なんとかね、購入できました。でね、今回並び自体はだいたいね、120人とか30人ぐらい並んでいて、で、当たり券がね、30枚ぐらい入ってたんですけれども、まあ、自分の番号の16番で、自分はねちょっとマイサイズが買えなくて、27センチのジャストサイズは買えたんですけれども、まあ、それ以降の 27.5 から上がねもうちょっと売り切れていて、まあ、29センチとかは残ってたんですけれども、まあ、その辺のねゴールデンサイズはもうちょっとなかったです。そして一緒に並んでた方が、まあ、ABC マートも並んだんですけれども、まあ、ABC マートの方がね今回は足数があって、アトモスがね多分20前後だと思うんですけれども、まあ、ABC マートだと多分40前後ありました、まあ、なのでね今回はアトモスより多分ね ABC マートとか、ビリーズの方がね足数自体は多かったのかなと思います。
はい、ということで、まあ、なんとかね、ジャストサイズなんですけれども、購入できましたので、多分ね、ちょっと次の次ぐらいに、紹介をね、していきたいなと思います。ちょっとね、前の日にアウトレット行ってきたので、次回はね、多分ちょっとアウトレットの動画を上げると思うんですけれども、その次ぐらいにはね、ちょっと上げたいなと思います。はい、ということで、本日の動画は以上となります。よければチャンネル登録と、高評価もよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。